ゴリラは誰にも止められないぜ。あー、街がめちゃくちゃにされちゃう。こうなったらポンプのバナナで食い止めるしか。違うでしょ。こんな時はポリスブレイバーとワンワン丸で超独走合体。永遠の平和を手に入れろ。ずさんとポリスブレイバー、交番アーマー、ずさんフェアレディー Z パトロールカー。街の安全を僕にお任せ。何が安全だ。あ、待ちなさい。てにゃー、バラバラのレゴだらけで前に進めない。ジョブロイド君やアーマートミカもノイズがバラバラにしちゃったし、これじゃあいろんなジョブレイバーになって追いかけられない。いいんだ、俺様を捕まえるなんて100年早いぜ。みんなで一斉に追いかけられたらすぐ捕まえられるのに。そうだ、散らかったレゴを使ってジョブレイバーのトランスポーターを作ろうよ。おお、大きなトラックみたいなやつですな。まずはレゴの板を用意して、レゴをスポットな。ポンポンスポポンスポポンポン。タイヤもつけてアーマートミカをブーンと駐車させたらガレージができた。もう一枚レゴの板を乗せて壁を作ったら、おお、2階建てにするんですな。これでアーマートミカがもっと乗せられるよ。ジョブロイド君用のロフトも作って、運転席も作っちゃおう。もちろん運転手はジョブロイド君。そして最後にギガントポリスブレイバーをドーン。そんなことしたらブーン、いやー倒れちゃった。足元が不安定だと倒れちゃうから、そうだ、レゴでギガントポリスブレイバーの足置き場を作ろう。足跡みたいだね。なんということでしょう。ぴったりサイズだから倒れないよ。余ったレゴでスライダーもゆびょーんと作って、こっちにはふんふん、続きは後のお楽しみ。アーマートミカやジョブロイド君を乗せたらじゃじゃーん、できた。ジョブレイバーのトランスポーター、グッドボタンを押して一緒にノイズを捕まえに行こう。なんとかなる、なんとかなる、ゴーゴービークルズ、ヘルプ完了。キャッコーイ、ノイズ止まりなさーい。誰が止まるか。なんだあれは。ヘヘーン、レゴで作ったトランスポーターだよ。へっ、そんなの作ったって、この俺様は捕まえられないぜ。ギギ、レゴの壁と炎で道が塞がれた。こんな時はあのジョブレイバーを出動させよう。消防車と救急車を独走合体。ファイヤーブレイバーとメディブレイバー。ファイヤーブレイバーは放水キャノンで炎を消して、メディブレイバーはシールドで他のトミカを救助だ。もう危機一髪だったね。残ったレゴの壁はあのジョブレイバーならできるはず。油圧ショベルと清掃車を独走合体。ビルドブレイバーとクリーンブレイバー。ショベルでレゴの壁を壊して大きな腕で瓦礫を運んで。何？レゴの壁を壊しただと？ノイズ！今度こそ逮捕だ！ギガントポリスブレイバー出動！バッタリ済みだからすぐ追いついちゃうよ。だったらスピードアップだぜ。そうはさせない。トランスポーター出動！タイポールド！取り押さえられた！なにこれすごい！クリップパーツを使って作ったんだ！ぬぬぬ、動かないぜ！よし、今のうちに！レゴ弾発射！いやー！レゴが降ってきただと！さあ、ノイズ！今度こそ逮捕だ！ジャ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 ！放送列車も逮捕できたし、街もトミカも守れたね。レゴのトランスポーターがあればいつでもまとめて出動できるし、独走合体したまま運んで遊べるに。スライダーで出動してタイホールドで取り押さえたら犯人逮捕もあっという間だよ。みんなもレゴでトランスポーターを作ってジョブレイバーごっこで遊んでみてね。ポンプはバナナブレイバーを運んじゃおうっと。そうだ、そんなバナナハーモニー。
ぐるっと回ってパカッと変形したら、パトカー出動だ！ブンブンブン！おっと大変！火事が発生！消防車も出動準備！で、もうポリスステーションの中には入れない！他の車も出動準備させたいのに！これじゃ大渋滞しちゃうよ！もう一つ基地があれば出動準備できるのに。だった？これを使って基地を作ろうよ。レゴだ。ドミカが入るように組み立てて、パンパンスパパンスパパンパン。早速ドミカをブーン。はい、基地です。いや、ちっちゃ。これだと1台しか入らないじゃん。もっと大きくしたいから、上にもトミカを乗せちゃって、棚みたいな基地にしていくんだね。見て、こっちには壁を作って秘密な基地も作ったんだ。私は可愛くしたいから窓もつけてデコレーションしたよ。大きくしたいから床も広げていっちゃおう。そしてここはバナナの基地です。トミカの基地でしょ。トミカもどんどん転写させたら、この基地の完成。早くトミカを出動させようよ。まずはパトカー出動ブーン。次は消防車ブーン。ゆい、転落事故。壁で塞がってるし、これじゃ落っこちちゃうね。ポリスステーションみたいにスロープを作ればいいんじゃない？でもこれだとパーツが足りないよ。だったらひとまずバナナ空気して考えよう。あ、もう食べてるし。バナナちゃん、ポリスステーションに出動準備。これはパトカー出動出動。上から下に一気にビュン。そうだ、上や下にビューンと移動できるエレベーターを作ろうよ。エレベーター？レゴの板に取っ手をつけたら、トミカを乗せてビューン。これならいろんなトミカを運べるに。エレベーター付きの基地作り。応援してくれる子はグッドボタン。もっとエレベーターらしくしたいから、壁に少しだけ隙間を空けてエレベーターをスポッとな。これで上下に動くようになったよ。すっごい、自動で動いてるように見える。ハンドパワーです。次はあそこに救急車を駐車しよう。ハンドパワー。ありゃ、パワー切れた。違うでしょ、壁にぶつかるから進まないんだよ。横にも移動させるには、横にも隙間を作らないとね。横にもスイスイ、上と下にもスイスイ、スイスイビューンとトミカを運べるに。この調子でどんどん組み立てよう。パンパンスパパンスパパンパン。大きな駐車場も組み立てて、基地にガチッと合体させたら、じゃじゃーん、エレベーター付きの巨大基地完成完成。ポリスステーションも横に置いて巨大基地で遊んじゃう。エレベーターを使ってスイスイビューン。出動させたい車をすぐに運べるね。ちょっと大変、急いで火を消火しよう。エレベーターでスイスイ。あ、ハンバーガーだ、乗せちゃおっと。それじゃ消火できないよ。ハンバーガーカー出動。あちゃちゃちち、ちょっとクモリン、火事の時に呼ぶ車を。あそこの消防車まで、エレベーターでスイスイと。ハンバーガーカーを戻して、スイスイギューン。巨大駐車場の消防車も出動したら、現場に急行。バッチリ任務完了だね。おっと、次は崖崩れでゴミも散らかってるよ。大変だ、まずは力持ちのショベルカーを。スイスイギューン。ゴミ収集車も出動させないとね。怪我人もいるかもしれないから、救急車も出動だ。交通整備でパトカーも出動させちゃうよ。お腹が減っている人のために
も出動だ。バカバナナ、焦げたハンバーガーもあるよ。いらないよ。働く車大集合で任務完了だね。エレベーター付きの基地があればいろんな車を待機させて必要な時に出動できるね。こっちの駐車場にも車を置けるし、僕だって置けちゃうよ。トミカと一緒にクマリも出動。レゴがあればもっと改装できるかも。みんなもレゴエレベーター付きの基地を作って遊んでみてね。みんなクマテレブー、さあさあどんぐもりんドイッツ。今日はこれ、レゴの巨大迷路。レゴの迷路をトミカがブーン。ゴールはどこだろう。組み替えながらゴールを目指そう。レッツプレイ。ゴールはそこだから、こっちじゃなくてこっちに進めばゴールですな。もっと手作り迷路で遊びたいね。二人ともつくぼー。で、なにこれ。これはレゴで作った迷路よ。すっごい。僕たちもレゴの迷路で遊びたいたい。レゴの迷路遊び応援してくれる子はグッドボタン。まずは土台になるレゴの板を用意して、おっきな板にしちゃおう。周りをレゴで囲んで壁を作りましょう。ポンポンスパポンスパ、いろんな色の壁にしよう。そしたらスタートとゴールになる部分をスポッと取って、ここから道を作っていくわよ。なんか道路みたい。いいこと思いついた。トミカが走れる迷路にしようよ。いいわね。レゴの道をスポポンポン、どんどん道をスポポンポン。試しにトミカをブーン。ありゃ、道が狭くて進まない。トミカが入る大きさに組み替えていきましょう。ポンポンスポポンスポポンポン、じゃじゃーん。巨大レゴ迷路の出来上がり。それじゃあ早速走らせよう。ちゃんとゴールしたらおやつをプレゼントするわよ。やったやった。よし、スタートかな。トミカをブーン。傾けると勝手に走るよ。曲がり角を手で押してブーン。細かい場所は手で押して遊びましょう。次はどっちに行こうかな。みんなだったらどっちに進む。こっちに進んでみよう。あ、行き止まりだ。じゃあこっちの道かな。こっちも行き止まり。ゴールに行けない迷路になってるわね。ここを組み替えてこっちに進めば。間違えても組み替えて遊べちゃうね。約束通りおやつをプレゼントするわ。ガッガッガッ。どうぞ。このおやつは王様のものだ。ああ返してよ。返して欲しかったらドーン合体。ここまで俺様を追いかけてみろ。レゴの迷路が大きくなっちゃった。早くパトカーでノイズを追いかけよう。あやいさん、あっちに行くにはまずはこっちに進んでブンブンブン、壁をドーン。うん、じゃあこっちに引き返してって。にゃー、俺様特製のデコボコ道だぜ。注意して進まないと。さてノイズはどこだ。みんなだったらどの道を進む？僕はこっち。あ、階段だ。だったら引き返して。ガッガッガッ。うにょ。なんか来たー。ビー玉トラップだぜ。あー、進めなくなっちゃった。こっちには階段があるし。ガタガタしてるから進めないよ。ガタガタしないようにするには。そうだ。まっすぐな板をここに乗せて。坂道になった。これでパトカーは進めるね。へい、なかなかやるじゃねえか。だっけ、お俺様は捕まえられないぜ。これじゃキリがないよ。ノイズを追い詰められたらいいんだけど。追い詰めて捕まえたいよね。
を行き止まりに追い詰めよう。レゴをくみくみ組み立てて、ポンポンスポポンスポポンポン、トラップも仕掛けちゃうよ。最後はここに追い詰めて、よーし、コースを増築っと。さあどうなるのかしら。私が俺様のものだぜ。こっちにも道があるじゃねえか。もっと逃走していくぜ。こっちはガタガタしてるからこっち、ついつい進んで。にゃー、人がいっぱいだぜ。だったらこっちに進んで。あった、にゃー、道路道だからこっちだな。さーて、そろそろゴールかなって。にゃー、行き止まりだぜ。ふっふっふ。この声は、やっと追い詰めた。どうぞ逮捕だ。いつの間にか牢屋の中だぜ。さあお菓子を返してよね。ガガガジャビーン。お菓子も取り返せたし、レゴの迷路で追いかけっこ、いろんな道があってワクワクしたね。こんなに大きなコースになるなんてびっくりだわ。みんな、おまけるトモさんとクモリンです。今日はこれ、トミコを運ぶレッカー車作り。レゴで大きなレッカー車を作ってトミコをビューッと運んじゃう。お片付けしながら遊べちゃうもんね。レッツプレイ。パトカー通ります。幼稚園バスもブブーン。いろんなトミカをブンブンブン。ねえちょっとビビー、僕の消防車知らない？消防車はこの中のどこかにあるはず。あるはずって、僕の消防車見つけたら持ってきてね。このままで散らかってて探せないからお片付けしないと。トミカをおもちゃ箱にポイッとポイッとポイッと。あ、ショベルカーにトラックだ。瓦礫を運んで遊んじゃおうっと。クモリン、お片付けは？二人とも、クモ。車のお片付けと言ったら、レッカー車だ。すんごい。レゴで作ったのよ。これだったら遊びながらお片付けできそう。レゴでトミカを運ぶレッカー車作り、応援してくれる子はグッドボタン。まずはレゴを使ってレッカー車の運転席を作っていくわよ。レゴとレゴをピタッとな。レジがミルサイズにするんだね。ミニ、巨大にするためにもっと大きくしようよ。いいね。ポンポンスポポンスポポンポン、ポンポンスポポンスポポンポン。そしたらトミカが落っこちないように壁をつけて、乗る幅にしないとね。タイヤを用意したら車になるようにピタッと組み立てる。早くトミカを乗せたいたい。ああ、そのままじゃブーンで、あにゃん、タイヤがないから走らないんだ。後ろにもタイヤをつけて、できた、巨大レッカー車だ。散らかったトミカをブーンと入れて、おもちゃ箱まで出発だ。積んだトミカをエイッとな。お片付けできた。もっと運んで一気にお片付けしましょう。どんどんトミカを乗せて、これもこれもこれも乗せて。もう乗らないや。まだトミカは残ってるのに。これじゃお片付けできないよ。どうしよう。ピコッとひらめいた。レゴをもっと使って、もっと巨大なレッカー車を作ろう。柱をつけて、くみくみ組み立て。そしたらレゴの板をピタッとな。うん、2階建てにするんですな。壁をつけていったら、ポンポンスパポンスパポンポン、
を乗せていこう。トミカトミカトミカ、乗せ乗せ。トミカトミカトミカ、乗せ乗せ。トミカトミカトミカ、乗せ乗せ。おいおい、6台も乗ってる。おもちゃ箱に出発進行して、いやーっと、この調子でとうとうお片付けだ。トミカトミカトミカ、乗せ乗せ。トミカトミカトミカ、乗せ乗せ。遊びながら一気にトミカを運べば、お片付けもへっちゃらだね。え、あれは消防車発見。レッパー車に乗せてリーリーのところまで運ぼう。いっちゃ、ほいさーっと。あー、最後の一個が乗せられないや。ここには乗らないから。あ、これを使おう。怒ったレゴで合体させたら、連結できた。うっしょー、電車みたい。残った消防車を乗せたら、ミミのところへ出発だーい。トミカトミカトミカ、乗せ乗せ。ミミー、あ、サンサン、クモリン。え、なにこれ。巨大レッカー車だよ。消防車を届けに来たよ。一気に7個も運んだ。部屋もすっかり綺麗になったし、二人ともあっという間にお片付けできたわね。遊びながらお片付けできちゃった。もっとトミカをレゴのレッカー車で運びたい。みんなもレゴのレッカー車を作ってトミカを運んでみてね。みんな困ってるの。サンサン、トンゴーモリン、ルイッツ。今日はこれ、トミカのお片付けコンボイ作り。レゴで巨大なトラックを作って、トミカをビューンと駐車。パトカーもブンブン。僕はレゴで信号を作ったよ。僕はレゴ散歩を作ったんだ。イケイケボンボン、飛ばすぜ。ヒャッホーイ、ニャー。あ、事故発生。てぃ、ぶつかっちった。ちょっと、レゴが壊れちゃったじゃん。せっかく作ったのに。だってレゴやトミカだらけで、飛んでんのもどかしいんだもん。みんな、え、散らかりすぎよ。つくぼーん、ほら、レゴが散らかってるってよ。トミカも散らかってるでしょ。どっちも散らかりすぎよ。こんなに散らかってたらレゴも壊れちゃうし、トミカもぶつかっちゃうわよ。だったらお片付けをして遊ばないと。はいはい、こんな感じにね。乗せただけじゃん。もうお片付け楽しくないからやだ。じゃあこれならどうかしら。レゴのトラックだ。トラックにトミカを乗せてお片付けしてる。これなら遊びながらお片付けできるわよ。僕たちもお片付けトラックを作ろうよ。いっぱいトミカがあるから、巨大なトラックにしないとね。レゴでトミカのお片付けトラック作り。応援してくれる子はグッドボタン。まずはレゴの板を用意して、トミカがたくさん乗るようにつなげるよ。レゴで壁もポンポン作ったら、運転席も組み立てよう。ポンポンスポポンスポポンポン。フロント部分もポチッとな。荷台とクッションと合体させたら、タイヤも忘れずに取り付けましょう。あとはトミカを乗せ乗せ。どんどん乗せ乗せ。もっとバナナ保管庫も作んなきゃ。それいる。あとはブーンと運ぶだけ。ってトミカがぶつかり合ってる。僕のバナナちゃんは、うん、無事でした。トミカも心配してよ。てへ、そうだ、トミカも1台ずつ入るお部屋を作ろうよ。そしたらぶつからずに済むね。バナナ保管庫は解体して、バナナちゃん、クモリ落ち着いて。オッケー、切り替え早。それじゃあトミカが入る大きさになるようにレゴを組み立てていこう。ポンポンスポポンスポポンポン。これでぶつからずにお片付けできそう。でもまだレゴもトミカも散らかってるよ。だったらレゴの板を入ったな。まさかまさか、バナナ保管庫。そんな
同じように組み立てて2階建てにしていくよ。ビッグに変身ってね。なんなんなん、もっともっと、もしかして3階建てにウルトラビッグに変身だよ。すんごい、ぽいぽいぽい。あとはトミカをパンパンスパパンスパパンパン、ぐるんとひっくり返して、スパパンパン、じゃじゃん、レゴのお片付けトラック完成完成。トミカとレゴをまとめてお片付けできたね。このまま運んで遊べるし、夢のようなトラックですな。みんな大変大変、怪我人発生よ。怪我と言ったら救急車ね。お片付けトラック出動、巨大にブンブン。お、怪我人発見、救急車出動。怒っちゃった、このままじゃ落っこちちゃうよ。そんな時はじゃじゃん、なにそれ、これを立てかけたらビュビュン、スライダーだ。レゴを細長く組み立てて作った救急車、いけビューン。これでいろんな高さから出動できるね。救急車到着、怪我人も救出完了。スライダーで走るの気持ちいい。おっと大変、こっちではトミカが渋滞してるわよ。待っててなさい、お片付けトラック出動。ビューンと向かって、トミカを発見。お片付けトラックの空いてる場所にトミカを乗せ乗せ。これで渋滞もお片付けできた。スライダーで走って散らかしてもすぐに元の場所に戻せるし、お片付けトラックがあれば遊びながらお片付けできちゃうね。お部屋も綺麗になって、ネゴもトミカも散らかってない。僕健在じゃない。みんなで片付けたんでしょ。みんなもレゴで巨大なお片付けトラックを作って遊びながらお片付けしてみてね。みんな困ってるブブー、サンさんとクマリンです。今日はこれ、トミカの駐車場を作り、いろんな車を駐車場に停車させちゃおう。パーキングに立体駐車場までお片付けしながら遊べちゃうもんね。レッツプレイ、どこにあるかわからないわ。お片付けをして探さないと。ゴミ収集車、トミカのお片付け応援してくれる子はウコタン。お片付けボックスにトミカをどんどん入れてって、ポイ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 、全部きれいに入らないな。おっとあれは警察ヘリだ。ティッシュの山をブーン、レゴのビルもブブーン。ちょっと遊んでないでお片付けしないと。なんで、もっと遊びたいんだもん。僕だってもっと遊びたいよ。だったらじゃじゃーん、これは駐車場。トミカを駐車場に停車させてお片付けしてみたの。綺麗に駐車されてる。これなら僕たちも遊びながらお片付けできそう。使うものはこれ、ティッシュ箱に画用紙に白いテープ。ティッシュ箱を切ってチョキチョキチョキン、こんな形になったよ。そしたらそこに画用紙をペッタン、ペタペタペッタン。次は白いテープを切って白線を作ります。あとはトミカをブーンとお片付け、救急車をブーン、パトカーをブーン、いろんな車をブーンと駐車。どんどん駐車してお片付けしちゃおう。ブンブンブン、ネゴのビルも避けちゃうよ。カーブを曲がってティッシュ箱駐車場に停車って、もう満車で入らないよ。トミカが渋滞しちゃうよ。こうなったらピコッとひらめいた、レゴも使って駐車場を作ろう。レゴもトミカも一気にお片付け
付けできそうね。まずはこの大きなレゴの板にレゴをポチッとはめて、ポチポチポチン。そこにトミカをブーンと駐車、どんどん駐車させちゃって。あっという間に満車になっちった。まだまだレゴあるからもっと大きな駐車場にしよう。柱を作ってポチポチポッチン、レゴの板をポチッとセット、屋根になった。スロープも作ってっと、もっともっとビッグに3階建てにしちゃおうよ。いいね。ポンポンスポポンスポポンポン。スロープも追加して、どんどん組み立て。ポンポンスポポンスポポンポン。はい、できた。レゴの立体駐車場。二人ともすごいわ。早速駐車場にトミカをブーン、スロープをブーン、ブンブンブブーン、キキーンと駐車。どんどん駐車させちゃって。いっぱい入ったね。1階は救急車。怪我人や病人を病院に運ぶよ。たくさんの命を早く助けられるようにきれいに駐車。2階は消防車。はしご車やポンプ車で火事を消火、すぐにレスキューできるようにきれいに駐車。3階にはパトカー。サイレンがかっちょいい。すぐに逮捕できるようにきれいに駐車。おっとヘリポートを忘れてた。警察ヘリはここ。ティッシュ箱駐車場も合体させて、ここには工事現場で大活躍の力持ちな働く車を駐車。残りのトミカはスロープの下に駐車。ブンブン。あ、これはゴミ収集車だ。やっと見つかったね。ゴミ収集車は毎日いろんな場所のゴミを集めないといけないから、ここに駐車。これで全部のゴミか。駐車完了。すごい迫力ね。どこから見てもかっちょいい。あっという間にお片付けできちゃったね。1階に2階に3階まで。これならすぐに遊べてお片付けも楽しくできるわね。お部屋も綺麗になったし、トミカもレゴも散らかってない。みんなもレゴで